グランプリボスは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。主な勝ち鞍は2010年の朝日杯フューチュリティステークス2011年の NHK マイルカップ2008年ロージーミストの2008の名でセレクトセールに出され株式会社グランプリが2700万円で落札購買。ノーザンファーム空港牧場で育成長居される。 2010年8月14日、札幌競馬場の2歳新馬戦で、岩田厚生を安城に迎えて、デビュー、6番人気の評価であったものの新馬戦で、勝利した。その後、10月16日のデイリーハイ2歳ステークスでは、安城に4位広文を迎え3番人気になるものの、後の阪神ジュベナイルフィリーズ勝馬のレイブニソウルに1秒33の7弱に、敗れた。 三戦目には11月13日の k 応杯2歳ステークスでは、安城に、ミルコ・デムーロを迎えた。7番人気にまで人気を落とすものの、リアルインパクトに4分の3馬身を付け勝利した。2歳の頂点を決める12月19日の朝日杯、フューチュリティ・ステークスでは再び安城に、デムーロを廃し、単勝5番人気で出走。道中は、中断の場群でレースを進め、 直線では外に持ち出すとそのまま伸びて、うちの馬をかわして一着入線。直線での車高が審議対象とされたが、そのまま順位確定となり、勝利を収めた。矢作町教師は GI 初勝利となった。この勝利により、この年の JRA 賞最優秀二歳母場に選出されている。2011年3月26日の スプリングステークスに出走、4番手で追走し4、コーナーで先頭に立って直線に向かったが、伸びず4着に終わった。レース後、陣営は距離適正を考慮して、サツキショーを回避し、NHK マイルカップを最大目標に定め、4月9日のニュージーランドトロフィーに出走した。4から5番手追走から足を伸ばしたがエーシ進オスマンの3着だった。 5月8日の NHK マイルカップは、安城が、クレイグ・ウィリアムズに乗り換わり、一番人気で出走。中段前目7番手で折り合って、レースを進め、直線では、バグンの外に持ち出してから伸びると、残り100メートル付近で一気に抜け出して勝利。GI2 勝目を挙げた。JRA 賞最優秀2歳ボバが、NHK マイルカップを制したのは同馬が初めて。 NHK マイルカップ後はイギリスに遠征し、6月14日にアスコット競馬場で行われるセントジェームズパレスステークスに出走した。レースでは道中2から3番手につけるも直線で交代し発着に終わった。秋初戦となったスワンステークスでは中段で待機するも直線で伸びをかき発着。本番のマイルチャンピオンシップは 最後方でレースを進めたが13着と大敗した。阪神カップでは中段追走から直線で抜け出し、サンカルロとの競り合いになったが、花さの2着に敗れた。2012年初戦は初のダート戦となったフェブラリンステークス。先段追走も失速して12着に終わった。4月22日のマイラーズカップでは中段で待機するも、 直線で伸びをかき13着と大敗した。5月12日の慶応杯スプリングカップでは、後方から足を伸ばすも7着。6月3日の安田記念は、中段でレースを進め直線で、ババの真ん中から追い込んできたが、ストロングリターンの首差の2着に敗れた。秋は、毎日王冠から始動し、2番手追走から粘り込みを測るも6着。 次層のスワンステークスは2着に1馬身1、4馬身差で重賞4勝目を飾った。マイルチャンピオンシップでは不利を受けたこともあってサダムパテックに首差及ばす2着。香港マイルでは最下位の12着に敗れた。2013年はマイラーズカップから始動。後位から差し切り重賞5勝目を挙げた。2014年6月8日第64回安田記念で 単勝16番人気ながら2着となる。12月14日、香港マイルに出走し3着。このレースを最後に引退。2014年12月28日付で競争馬登録を抹消。北海道新日高町のアロースタットで種ボバになる。2014年安田記念2015年からアロースタットで強要された。初年度は123頭の繁殖品馬と交配され、 75頭の3区が決闘登録された。2018年に3区がデビュー。朝日ハイ FS、NHK マイルカップカチウマということで、スピードと早熟性を期待されたが、かなりの数の3区がデビューしたにもかかわらず2再戦では、まるで勝てず、地方で7勝、JRA は0勝に終わり、初年度2再戦の JRA 未勝利記録はこれまでの、 記録を大幅に上回る94倍に達した。3区の初勝利は、地方が7月20日のナインシュバ派、JRA は2019年にずれ込み、1月20日のアスカの第一であった。2019年6月9日時点で JRA、勝ち上がり率は10.5%。芝よりもダートを得意としており、芝勝率は0%に対して、 ダートの勝率は4.8%となっている。2019年6月4日、ロンギングルックが、金沢の石川ダービーを制し、重賞初制覇となった。目立った、活躍場が出ているメス系ではなく、グランプリボスが、朝日和樹を制した時点で、すでに母ロージーミストは、生産牧場から売却されていた。ありがとうございます。